どうも、山寸でございます。本日はですね、消防設備士のオツ6種の試験結果が届きましたんで、そのお話をね、しようかなと思います。まあ、結論としましては、一応合格しました。はい。ということなんで、まあ合格したんで、まあどういう風に勉強したのかっていうのを、まあちょっとお話ししていこうかなと、思います。まあとりあえずね、まだその資格カードの申請はしてないんで、カードは来てないんですけれども、まあこんな感じで、まあオツ種第6類ということで、合格しました。はい。で、まあ合格して、まあ一応その結果なんですけど、うまく出るかな。まあこんな感じでね、パーセンテージが、出てます。はい。ということで、なんとか合格しましたんで、よかったなと思います。ちょっとね、実技が微妙だったなと思ったんですけど、まあ結局ね、実技も 80% 取れてたんで、まあ法令90、基礎知識80、構造機能 73% で、筆記全体で 80% で、実技試験で 80% ということで、一応オツ種6類の、合格しました。はい。で、一応ね、私が勉強したテキストっていうのは2つあります。これちょっとね、ごめんなさい、カバーしちゃったんですけど、本試験によく出る第6種消防設備士編っていうのと、これですね、過去問352問っていう、やつですね。まあ、私、だいぶ2、3年前にこっち勉強して、取ろうと思った時期があって、まあ、ただ結局試験受けずに諦めちゃったんですけど、なんでこっちの方はちょっと古いテキストなんで、ちょっとね、本試験であんまり出てこなかったかなっていう感じです。なんで、私がおすすめするのはこっちのテキストですね。まあ、2021年版なんですけれども、まあ、過去問題のみを収録した352問っていうので、まあ、実技試験に関してはもうこっち、絶対 100% こっちです。こっちから出てきます。この子の過去問の実技試験を完璧にマスターしておけば間違いなく合格できるかなと思います。で、ちなみにこのテキストは、2500円プラス税金になりますね。これがベストですね。もうこれさえやっておけば間違いなく合格できると思います。これ私はどうだろう、2回か3回通りぐらいやりました。まあまあ厚めのテキストになりますけど、まあこれぐらいやればまず間違いなく合格できるかなと、思いますね。で、まあオツ6種持っていれば、まあ消火器とかそういったところの、まあ点検ができるのかな、確かそんな感じだったと思うんですけど、まああとはその、なんだろうな、そういう消防設備の営業マンとかは取ってなきゃいけないような資格になると思いますんで、まあ取ってもね、全然損にはならないかなと思います。まああとはビルメンテナンスとかね、そういうのを仕事にしてみようかなっていう人がいたらですね、まあオツ6種、取るのがベストかなと、思います。まあこの試験はね、法令、基礎知識、構造、機能っていうような感じで、まあ3種目とあとは実技試験。まあ実技試験っつってね、言ってはいるんですけど、結局まあ筆記試験なんですけど、で、ありますんで、まあそういうのをまんべんなくね、ちゃんと、勉強しないといけない。特に実技試験ですね、問題数少ないんで、間違えたら結構命取りになるような問題がたくさん出てきますんで、まあ頑張って勉強してみてはいかがでしょうかということで、でね、後期、まあ、愛知県は年に2回なんだろう試験があって、前期と後期とあって、前期の試験で今回オツ種6類取りました。なんで後期の試験ではオツ種7類をちょっと目指してみようかなと思います。はい。ということでね、まあ本日は一応オツ種6類受かったよという話と、勉強方法、まあ簡単な話だったんですけれども、一応話をしてみました。はい。まあ、またね、これから、大きな試験近づいてきてます。卒測量士法と宅建士、ですね。それからあと私今年受けようかなと思ってるのが、管理業務責任者だったかな、あの試験もちょっと12月にあるんで受けてみようかなと思ってますんで、まあその辺のちょっと難しい試験これから続きますんで、また一個一個ね、しっかり勉強していこうかなと思います。で、また資格カードが届いたら、また資格カードの紹介の動画を上げようかなと思いますんで、ぜひチェックしてみてくださいということで、
本日の動画は以上になります。もしよろしければグッドボタン、それからチャンネル登録の方よろしくお願いします。それではバイバーイ。